今回の学習テーマは極めて重要な指数関数型微分方程式の一般化になります。まず今ここにですね、x が時間の関数でこの微分方程式を満たしているとします。式の特徴はですね、この中に x ドットと x があるということです。そうするともうこの解がですね、指数関数になりますから、この微分方程式のことは指数関数型微分方程式と呼ばれることになります。その解をこれから数学的に厳密に導いてみましょう。まず、この x ドットのところをですね、本来の姿に戻してあげます。そしてこれを若干こう式変形をして積分をします。しばらくですね、x-x0 が0の場合を除外して考えていきます。ですか？で、そうするとこの式はですね、このように式変形ができますね。あとはこの両辺を積分をします。この積分は高校生にも実行ができるはずで、こちらの左辺ですね、これはログになりますね。それからこちらの右辺は k が定数ですから、t で積分すると kt になりますね。さらに、右辺、左辺、両辺からですね、積分定数が出ますけれども、それはどちらか片方にまとめて c と書けば OK です。そして、あとはこれを x イコールに直していきます。こう式変形ができますね。そして、この右辺はさらに数学的にこう書き直すことができます。で、あとは絶対値を外します。こうなると。ところで、この c はですね、積分定数ですから、まあ、いろいろな数値を取るわけですよね。ということは、この e の c 乗は0より大きな様々な数値を取りますし、マイナス e の c 乗は0より小さな様々な数値を取るということになると、このプラスマイナス e の c 乗というところは、0以外の様々な数値を取る定数ということになります。そこでもうこう書いている必要はないので、適当に置き換えをしましょう。例えば a とこう書いたとしますね。ただしこの a は0以外の2の定数です。で、そうするとこの先ほどの微分方程式の一般解はこう書けることになります。いいかな？まとめると、この微分方程式の、一般解、これを除外して考えると、このような姿になるということが今、数学的に分かりました。ここで、今除外して考えてきたですね、x-x0 が0の場合、すなわち x イコール x0 ですね。これはこの微分方程式の解になっているかどうかはちょっと特別に考察をすることにします。と簡単に x ドットが0ということが確認できるので、実はこれはですね、この微分方程式の解の一つになっているんですね。すなわち、この微分方程式の一般解はこれ、もしくはこれなんですね。ただよく考えると、もうじゃあ分けてこう書き出す必要はないなということがわかるね。x=x0。それはこの a が0のケースになりますから、まとめるとですね、一般解こう書けることになります。この微分方程式の解は a を2の定数として、このような式で書かれるものだと結論されます。これが一般解なんですね。そして、先ほどの作業、毎回本番でやるわけにはいかないので、これを暗記しておいてほしいんです。まず、式の中に x ドットと x があればですね、その時点で、解がですね、指数関数になるので、この微分方程式は指数関数型微分方程式なんだなと判断できるようにしてください。そして判断したら、即座にこの形に整理をしてください。そして、この形に整理ができると、一般解は先ほどの作業をせずとも、すぐに書き出せることがわかります。まず、この赤の丸の中をそのまま書き出します。そして、イコール、2定数の文字は適当に定めます。b でもいいですよ。で、エクスポーネンシャル、ね、kt 乗と。ここ、全く同じものを書いてくださいね。はい。これが一般解になるんですね。あとは、一つ一つの問題で、何か初期条件のようなものがあって、この2定数 a が決まります。それを代入してあげると、その問題の固有の解、いわゆる特殊解と呼ばれるものが得られることになります。特殊解を得るためには、まずこの一般解をね、思い出せるようにしとかなければいけないですね。それでは実例で見てみましょう。例えば、ある物体の速度 v がですね、運動方程式によってこの式に従うことが分かったとします。この式の中に v ドットと v がありますから、これは指数関数型微分方程式と判断できます。で、判断できたらですね、まず v ドットイコールに直し、そしてその右辺をですね、v で整理をし直してください。
必ずこの形に整理をし直します。そしてこの微分方程式の一般解はまずこの赤い部分をそのまま書き出します。でイコール二定数は A とか B とか適当な文字を使ってください。でエクスポーネンシャル黄色丸そして T という文字を添えます。これが一般解なんですね。どうかな。もちろん本来はこの間に先ほどの積分作業などが入ってきますが、それを省略して答案を作って構いません。物理の場合ですよね、省略しても OK なんですね。これをすぐに書き出せるようにしてくださいね。あとは A が決まればその問題固有の特殊解になります。以上で大事な話は全て終了しました。ただもう一点ですね、君たちに大事なこの微分方程式の特徴を伝えておきたいんですね。まずこれは指数関数型微分方程式ですね。特に今回ですね、この K が正定数の場合、すなわち X の係数が不定数の場合を考察をしてみたいですね。ですから、ここが不定数の場合だけをこれから考察をしていきます。で、まずこの微分方程式の一般解は、こう書けることは先ほど説明をしました。特に、十分時間が経った時の X なんですけれども、T が十分大きな値の場合、この E のマイナス KT 乗は限りなくゼロに近づきますよね。そうすると、ここが限りなくゼロに近づくということは、X は限りなく X0 に近い値に前進していくことになります。まあ、物理の場合はですね、ちょっと数学と事情が違うので、もうこれぶっちゃけ、十分時間が経った時に X は X0 と言っても OK です。この特徴を覚えておいてほしいんです。ここが不定数の指数関数型微分方程式の場合、十分時間が経つと X は X0 に前進する。すなわち、X ドットは0に前進する。変化、時間的に変化しなくなるという特徴があるんですね。これをぜひ覚えておいてほしいんですよ。この、X の係数が不定数の指数関数型微分方程式の場合、十分時間が経つと、X ドットは0になるという特徴があります。いいかな？で、そうするとですね、よく、このグラフを書きなさいとこう言われることがあるんだけれども、本来はね、この微分方程式を解いて一般解を書き出し、そして二定数を決めて特殊解を作り、それを見てですね、グラフを書くべきなんですけれども、実はもうそんな必要がないなということが分かってきます。結果はもう指数関数型のグラフになるということです。仮にですね、時刻0の値が問題に x1 と与えられていたとしますね。そして、あとは十分時間が経った時の前進する値なんですけれども、これを覚えておくと、この式から x0 に限りなく近づいていくということがわかりますよね。あとはこの x1 からスタートして x0 に前進していく指数関数曲線を書き出せばいいだけです。まあ、こんな風に、実は特殊解を作らなくてもグラフが描けるということがわかります。で、君たちが遭遇する入試問題はですね、微分方程式を解けという言い方をする問題はほとんどありません。実際はただグラフの外形を書けと言われるだけですから、この知識がかなり役に立つんですね。まあ、ちなみに、仮に x1 が小さくて x0 がでかい場合には、もちろんグラフはこういうグラフになりますから注意してください。これも実例で見ておきましょうね。ある物体の速度 v がですね、この式に従って変化をすることが運動方程式で分かったとします。この式の中に v ドットがありますから指数関数型微分方程式。で、さらにはですね、この v の係数が不定数という特徴を持っていますね。ということは、これは十分時間が経つと、v がやがて一定になる。つまり v ドットが0になる特徴を持っていると。そうすると、このグラフを書きなさいと言われれば、別にその特殊解を求めずとも簡単に書けることがわかります。問題にですね、初期条件として、時刻0で v が0と書いてあれば、原点を通る指数関数グラフを書きますね。で、さらに十分時間が経った時には、v ドットが0になりますから、従ってこれイコール0を解いて、十分時間が経った時の v は k 分の mg ということがわかります。これに限りなく近づいていくわけですね。そのグラフの形はこのような指数関数グラフになります。まあ、こうやってね、簡単にグラフを書けるようにしておいてください。